さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私有吉弘行と申します。もう3月入りまして、今日からアシスタントが変わりますけど、ちょっと紹介しましょうかね、紹介するっていうか、まあちょっと喧嘩ってみようかな一回。ワン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 やべえ、ワン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 、入ってきた。誰だお前。俺行きますよ。なんだよ。お、なんだ、なんだ、お前か。なんだよ。お前がなビッグスクーターのせい。お前か、俺のビッグスクーターのシートにタバコしつけたやつ。人生。おい、音が漏れてるぞ。お前やめろ。流してねえわ、ジェイソールとか。名乗る前にビッグスクーターのこといじんのやめてくださいよ。ビッグスクーターでおなじみみたいな感じになったじゃないですか。何ですか。名乗らせてくださいよ。ビッグ席。やめてください、ビッグ席とか言うの。変なあだ名もうこれ以上いらないぞ。ビッグ席。やめてくださいって。そっとしといてくださいよ。ちょっと怖い、はい、怖い車じゃないんだからさ、はい、スピーカー大音量でライジングさ、流しながら街走るのやめてくれよって。もう流してないんだよ。スピーカーはついてますけど、大きいスピーカーついてる。いや、大きいかないですよ、本当に厳かに。ビッグスクーターに、はい、大きなスピーカー積むのって、どういう料金なの？いや、まあ、それは、若さですとか、気の迷いですとか、いろいろありますけど、積んでしまったものはもう。ちょっとやっぱり席はね、はい、ちょっと、私もそうだけど、はい、ゲスな連中もね、はい、ちょっと気になる箇所が何箇所か多い。そうですか、まずはビッグスクーターに乗ってるってこと。まあ、それは、ビッグスクーターに乗るのはいいけど、はい、ビッグスクーターに乗りつつ、はい、大きなスピーカーつけてるっていうこと。すいませんでした。それで、はい、TKO の木下さんが、プロデュースしてる、はい、っていうか、TKO 木下さんのお店の、はい、物価の、服着すぎ。はい。この2点は、何度か、ご指摘いただいてますけども、うん、先々週ぐらいのサンドリで、うん、はい、この、席が物価着てるっていう、垂れ込みしたやつ、インドカレー、俺忘れないですからね。っていうやつがいた。はい。ラジオネームインドカレーが垂れ込んだ時にそれ聞いてたんですけど、うん、余計なことしやがってと思って。今日も物価じゃん。いや、今日も物価だから。買っちゃいましたよ、いっぱい。いや、俺マジでね。はい。今、関が着てる、その、デニムのシャツを、はい、木下さんからもらったのよ。はい、はい。着なくてよかった。いや、有吉さん着てください、これ。関と一緒になるとこだったから。いや、関と一緒っていうか、みんな持ってるんです、これ。それ着てビッグスクーター乗って、大音量でスピーカーでライジングサー流してんだろ。ライジングサーはどっからの情報なんですか。イメージですよね。流さないですよ、ライジングサーは。いや、ちょっとその辺気になるから、ちょっとリスナーの人にちょっといろいろと気になるところは言って。いや、やめてください、本当に。あと久々。はい。ゴミ将軍。ゴミ将軍。はい、マシンガンズの滝沢です。ゴミ将軍久しぶりだな。いや、もうそうですね。4年半ぶりぐらいの。はい。4年半前は、じゃあ、あれ、いっぺん出禁食らってんだよな。そうです、そうです。うん、理由はよくわかんないけど。はい、はい、はい。そうですね。不甲斐ないぞ、滝沢ということで。ちょっと修行してきなさいと。そうそう。なるほど。俺が巨人師匠の弟子をクビになったのと一緒の理由だな。はい、そうなんですか、ね、ちょっと社会勉強してこい。ちょっと、はい、ちょっと一通り勉強してきましたよ。社会勉強してこいって言って。ゴミ清掃員になりまして。そこですよ。で、はい、いろいろ仕事もできるようになってきましたので、はい。そちらの方、本業でやらせていただいてますので。だいぶ社会勉強してきて、4年半、まあ、勉強したということで、はい、一回復帰という。よろしくお願いいたします。いやゴミ清掃員の仕事してました。明日は何時ですか？朝6時半ですね。6時半ですよ。なかなか早い。大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい。遅い方なんで、6時半だったら。6時半で遅いです。はいはいはい。なるほど。大丈夫ですよ、はい。じゃあちょっと明日も早いんで、早く進めましょう。お願いします。はい、マイタリとかないです。Release so much stress. Now a variety program.Night, night, 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 night
さあこんばんは、ダブルの真珠広島軍団怪談人軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタント改めましてこの2人、はい、タイムマシーン3号関とブッカ、はい、関とマシンガンズの滝沢です。ゴミ将軍、ゴミ将軍じゃないんですよ。将軍って何ですか俺ゴミの大将みたいな。ゴミを集めてるんでしょ。集めてます、はい、すごいじゃん、はい、ゴミ収集をやらせていただいてます。すごいね、はい、ありがとうございます。なんか将来的に夢あるんですか。なんかあのフィリピンのスモーキーマウンテンの全部ゴミ集めたいとかそうですね、いずれはそうかもしれないですけど ね、まだでも日本からやっていきたいなと思ってますけど。相当ゴミあるよ、あそこでまあ暮らしてる人たちの、あの人たちの生活はあるけどさ、はい、あれでもやっぱり衛生的に良くないからさ。だからそうですね、焼却のやっぱり技術とかもやっぱり持っていってですよね。まだそういう技術がないんだよね、フィリピンには。そうですね、はい、そのまま燃やしてしまうと言いますかね。だから滝沢があれのゴミ全部収集してさ、燃やしてほしいなと俺は思ってるよ、はい、そうですね、いずれはそうなれるように、まずは日本から頑張っていきたいなと思うんですよね。はい、うん、町のゴミ屋さんですよね、言っても町のゴミ屋さんで、今はね、あ、そうです、町がないと思う。いや今はってことは、ゆくゆくはってことですか、はい、ほぼほぼそんな芸人もやってないんで大丈夫、はい俺はゴミ勝負になるだもんな。そうですね、はい、ワンピースみたいにね。どういうストーリーなんですかそれ。それ勝負になるっつって。滝沢そういう夢があるけどさ、はい、関はお前ビッグスクーター乗ってなんかなんだ暴走族でもなりたいのかお前俺、うん、ビッグスクーターに夢乗っけてるわけじゃないんですよ。移動手段ですから。夢じゃなくてスピーカー乗っけてんのか。違いますそれもなんでつけたかなHe'sもうやめてくださいもうそういう不思議な、なんかツイッターのコメントいっぱい増えたんですよあれ以降なんか何言ってもヒーズビッグスクーターマン彼はビッグスクーター男だどういうことですかいっぱいいますからそういう人も。結構広島の雪山の方で目撃談があるらしいね、はい、ビッグスクーターマンビッグスクーターマンビッグスクーターいやユーマじゃないんです別に走ってますから普通に。さあということでビッグスクーターマンとゴミ将軍でお送りしております。アリオシのサンデーネットドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉力サンデーナイト通り、あれも言っとこうかな、東京半蔵門を、キーステーションにお送りしております有吉力サンデーナイト。あれも言っとこうかでもなんかちょっとワンランク上っぽい感じが、はい、やっぱそういう風にちょっと自分を大きく見せていかないと。大きく見せられたんですかね今ね。東京半蔵門キーステーション全国36局ネットでございます。おすごい感じが、格式高い感じはします。嘘だけどね。わかんないもんだな嘘って。あ、全然わからなかった。東京半蔵門をキーステーションに、うん、ほぼ、YouTube とかラジオラジコで聞かれております。そんなことないそんなことばっかじゃない。みんな聞いてくれてますよ。ちゃんと聞いてはいてくれてますから。はい、聞いてはいてくれてますから。そうですね。まあ、その媒体割ですけども、アシスタントはこちらの、はい、不良のお二人です。タイムマシン3号関と、はい、ビッグスクーターに乗ってます。いやそうですね。はい、マシンガンズの滝沢です。ゴミ将軍。ゴミ将軍って何なんですかね。繰り返されてますけれど。いやすごいじゃないと。ああ、いやまあまあそうですね。ありがとうございます。いや俺またちょっと、いつも滝沢に会うとさ、最近はゴミ相談があるんだけどさ、今日もちょっとゴミ相談あるよ。リスナーの連中もゴミ相談あると思うよ。ああ、ありがとうございます。何でも答えられますんで。聞いてもいいけどね。はい、とりあえずメール募集します。はい、マシンガンズ滝沢が、ゴミ清掃会社の正社員ということで。皆さんもいろいろ教えてください、うん、テーマこちら、こんな仕事もしています、うん、まあゲスナーやりながらこんな仕事やってますということですよね、はい、掛け持ちや副業でやってる仕事、うん、まあ週末こんなことやってますとか、まあ、うん、いわゆる水商売やってますとかね、はいはいはい、風俗場やってますでもいいですし、うんうん、まあボランティアでこんなことやってますとか、うん、いろんな作業があると思いますけども、仕事にまつわることであれば何でも OK でございます、うん、昔の話でもいいですし家族の話でもいいです、うん、何でもいいです。こんな仕事もしていますというね、はい、話を教えてください、うん、はい、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すればだいたい一番上に出てきます、うんうん、
いろいろとステッカーとか差し上げておりますんで、いろいろとどしどし皆さんメールください。生で聞いてる人は、はい、うんうんうん。これね、やっぱほらもう早いんだよな、みんな。ラジオネーム、ロンより証拠の大ライス。おい、ゴミ将軍。ゴミ将軍。おい、怒られることはない。将軍にな。怒られることはないですよね。悪魔将軍みたいなもんだ。悪魔将軍ってさ、結構悪いやつだね。悪いやつだけどさ、尊敬はしなきゃっていう。ああ。おい、ゴミ将軍。プラスチックは燃えないゴミか燃えるゴミか教えてくれ。こんな単純なところでつまずいてんのよ、みんな。そうだ、まあでも分からないもんじゃない。例えば国によってはプラスチックはプラスチックゴミというのがありますんで、ああ、うんうん、そちらの方に出していただければ一番いいですね。また地方自治体によって全然違うんだよね。変わりますからね。東京は東京、何区でも違うし。そうなんですよね。だから基本は燃えるゴミで大丈夫だと思うんですよね。プラスチック今は火力が上がったから大丈夫なんだよね。焼却技術が上がったんで、はい。昔はだってプラスチック燃やしちゃダメだって言われたもんな。燃えないゴミだったんですよね。これが最近は燃えるゴミになって。だってプラスチック燃やし、ライターでこうやって燃やして、その煙よく吸ってたもんじゃん、みんな。なんか。ありますわ。これ有毒なやつ出てんだなっていうさ。そうですね。その、絶対危ないですけどね。でも今はもう有毒なやつが出ないぐらい強いってこと。一瞬で燃えるってことだよね。燃えたりとか、高熱で、ね、あ、もう燃やしてるんで。なるほど。はい、そういうことなんだ。そうなんですよ。ラジオネーム黒羊 FM 群馬。おい滝沢、はい、久しぶりじゃないか。ありがとうございます。明日も朝からゴミ収集か。ゴミ収集、お勤めご苦労様です。ありがとうございます。俺たちダンボーラーが住んでる町では空き瓶残しておいてくれよ。ダンボーラーからも来てるんですね。売りたいからね、やっぱ空き瓶はどうしても。売るためのか、残すわけにはそうですね、いかないですよね。これが、やっぱり持ってかないと。収集場所にあるやつは絶対ダメなんですね。絶対持ってかないといけないんで、ごめんなさい、持ってきます。その辺に落ちてるものを拾っていくってことはないのね、別に。基本的にはないですよ。集積場にあるやつだけです。そうですね、はい。ラジオに体制の体制、関さん質問です。はい。物価を着ていて恥ずかしいという思いはないんですか。いや、そういう風に聞かれて恥ずかしくなってきますけど。いや、私はもういいと思って着てますから。ただ周りが知ってんの、それ。いや、知ってますよ。いや、関ありがとなっていう感じですよ。うん、着てる分には、はい。その僕の服を見る有吉さんの目があんま好きじゃないです。今もなんか、いやだって俺はちょっと関の服装にはちょっと痛い目一回見ててさ、はい、なんか六本木のちょっと高級なステーキ屋さんに行ったんだよ。関、まあ、時間があったんで関と一緒で待ち合わせして、うん、はい、まあ、これここのラジオでも言ったことあるんだけど、ちょっと高級なお店だから少しドレスコード的なものがあって、ちょっとまあジーパンダメとかサンダルダメぐらいのもんなんだよ。だけどちょっとまあだからそんなもんだけど、関一応気をつけて襟付きのシャツ着てきてくれな、ごめんなって言ったら、はい、まあ一応集合場所に現れた時はヨレヨレだけども、まあ襟のついたシャツを着てらっしゃったんですよ。はいはいはい、もちろんです。で、とぼとぼ、まあ、20分ぐらいかな、20分ぐらい歩いて、その店まで行ったんですよ。俺、歩くの好きだから。はい。したら、その頃にはもう席汗だくでさ、シャツはもうリュックの中へ。店入るときお前汗だくの、お前潮吹いてるような T シャツで店入りやがってよ。みんなからジロジロ見られて、店の人に一番奥の席座らされてよ。お前隔離だよ、あんなもん。ああ、もう席のために。だからちょっと席の洋服を見る目は厳しいですよ、私は。飯前に20分歩くと思わないじゃない。なんであれさ、あんなに遠くで待ち合わせして20分歩いたのかも分かんなかったんですよ。ちょっとだからそういう意味です、はい、ちょっと席のファッションについてうるさいのは、はい、自業自得だと思ってた。自業自得。ご迷惑はおかけしたので。はい、でゴミ将軍ちょっと聞きたいのはさ、ゴミ将軍です、はい、あれさ、観葉植物が枯れたんだ俺。ああ、はい、はい、でもずっともう1年ぐらいそのまましてんのよ。あ、そうなんですか。はい、土どうしていいのあれ。土は不燃ゴミですね。不燃で出せる。そうなんです、まあ、区によってなんですけど、ダメなところはもう問い合わせなきゃいけないんですけど、大体はそうですね、不燃ゴミで出してるんですね。いや、おかしいな。今日調べたらあんまり出せませんっていうところ多かったな、東京は。いや、あるんですよね、結構。うん、でも持ってって回収してるところも、この間も回収しましたからね、僕。はい、だってあんまり、不燃ゴミで土は、収集してないから、はいはいはい、ホームセンターとか、で、回収してくれてるところがあるから、そこ出してくださいとか。はいはいはい。難しいんです。あと、犬の糞とかもやっぱり難しい。グレーゾーンなんですよね。ああ、そういうのもあるんですね。確かに、その清掃員の人たちも分かってない人も結構いるんですよ。
ただだからトイレにそれは流せばいいのかってさ、それもまたなんかトイレが故障原因になるからダメだっていうらしいんですよね。犬の糞が。犬の糞で故障するトイレなんてもう改装しろよ。なんかちゃんと人間とは違うらしいですよ。溶けないとかなんかいろいろあるらしいですよね。そうなの。でもあの回収するところもあるんですよ。はい。これなんてやっぱ実家とかだったからさ、そんなもん土なんてさ、庭に投げ捨てく時計みたいなもんだと思う。はいはいはい。東京来たら確かにでも捨てるのもなかなか。そうなんですよね。だからよく間違えるのがみんな可燃ゴミで出せないか、これは確実に持っていかないんですよ。燃えるゴミじゃダメなんですよ。不燃ゴミだったら回収してくれる区もあるし、場所もある地区は地域はあるってこと。そうですね。はあ、本当かね。いやいや、そうですね、回収したこともありますよ。あ、そう。その区によってですけど。まあまあね、はい、お前もまあ別に聖人君子じゃないからな、ゴミの聖人君子じゃないからな、何でも知ってるわけじゃないもんな、まだ。そうですね、はい、ある程度は詳しいですけど、はい、詳しいのは詳しい、詳しいのは詳しいですけど、はい、まあ各自治体で違う、違うんですよね。ちょっとなんか土困ったなっていうのが最近の情報と、例えば、はい、例えば俺が席を殺すじゃん今日。ちょっと待ってくださいよ。はい。それしたらさ、例えばの話ですね。まあ、まあ、例えばならいいですけど、あの冷たい熱帯魚みたいなもんです、はいはいはい、俺がまあデンデンさんだと思ってよ。デンデンさんで席をさ、はい、殺してしまったとするじゃん。はい。まあそれはまあまず一番いいのは病院連れてってやるってことだよね。まあそうですね、尋常的に。一番いいのは俺は、はい、殺さないことだと思います。まずね、そうですよね、前提としてね、不可抗力ね、不可抗力か。ちょっとね、まあまあ、例えばの話ですね。あの席とお相撲でもしてじゃれてたら、あのその倒したところに木の杭があってさ、危ねえところ、シルバーザーあるじゃん、よく悶絶した顔で喧嘩漫画とかでもありますね。ギャーって死んでさ、席の口の中からさ、ゴゴゴゴゴゴゴってさ、ブッカが出ていってさ、ブッカって何だろう、ブッカって新しいな、ブッカってやっぱりそうだったのか。ブッカが入ってやがったんだな、悪いものみたいに言わないでください。ブッカに上当てられていたのか。だけどブッカは抜けたから、ちゃんとした席として、もう40キロぐらいのスリムな席で、ブッカは抜けちゃったから、ブッカは抜けちゃったから、40キロぐらいの、なるほど、席はこんなちゃんとしたあのスリムな男だったんだななんて言いながら、だけどまあ、死んじゃったけど、はい、物価のせいなんていうのはさ、はい、誰も信じてくれないじゃん。そりゃそうだからさ、それは内密に処理するしかないじゃん。そうなんだ。悪魔の存在をみんなが信じてくれるんならいいけど、うんうん、信じてくれないわけだ。くれない。だから処理しなきゃいけないじゃん、はい、うん、バレない。まあまあ、そのおっかない話になってきたな。その場合さ、小分けにした方がいい。ちょっと待って、おっかない。めちゃくちゃ怖い話じゃないですか。すげえ怖い話ですよ。こんなことは楽屋で聞いてくださいよ。小分けに行くのがダメですよ。ダメですって。人の死体ってやっぱ業者に出さなきゃいけないんだろ、それ。業者っていうことだ。どうしてあれは、いや、もう一般のゴミ収集ではなかなかね、回収はダメですよね。当然動物のネズミとかだってダメでしょ、本当は出しちゃ。そのまま出されたらダメです。ね、連絡してくれれば専用の焼却炉がありますんで。があるんだ。はい、ありますんで。はい。人って死んだらどこに届けて、どうしてんのかね、普通。いや、それは普通はさ、それはあの、はい、火葬場で燃やしてっていうことでしょ。で、死体遺棄なんていう犯罪もあるぐらいだから、取っといちゃダメでしょ。もちろんそうですね。ってことは、あれ、どうすんの、どこに出すの、お金がないとかそういうことになると。お金がないとですか。でも死亡届ってのは絶対出す、ね、死亡届絶対出すでしょ。そうですね、まあまあ、おまわりさんに電話するとかすれば、警察に電話して、まあ、死亡届出してもらって、はい、あ、やっとって、はい、それでその死体はどうしたらいいんだろうね。おー、それが謎なんだよ。はあ、おい、ゴミ将軍。いや、ちょっと待ってください。俺の範囲外になってくるんですよね。ハード。そうか。そっちに出すっていうのは絶対ないってことかな。こっちが来ないんで。さあ、そうか。そこまでの、ね、病院かな。病院に連絡する。そうですね。病院か。でも病院に死体運んで処理してもらうっていうのも聞いたことないよね。でも解剖かなんかはしなきゃいけないんじゃないですか。死因原因というか。どうしたらいいんだろう。でも全員が全員解剖するわけじゃないじゃない。だって。あ、まあでもそうですね。犯罪のあれがな、形跡がなければ別に普通に。そうですね。どうすんの。あと仮想業者の人っていうのはそういう許可を持ってるのかな。持ってるよね、それ絶対。そうですね。ってこと。
だけどただじゃ燃やしてくんないだろ。そうですね。だからうちの嫁のお父さんは区役所かなんかに電話したら、まあ割かし安くあれだったんですよね。はあ、家族内だけの。いやだからじゃあお金をかけずに、じゃあその死体をゼロ円でってことは無理ってこと、今の世の。いやそんなことないだろ絶対。でもどうなんだろう。ほらすごいこんな疑問があるの俺ゴミに対して。ゴミじゃない。ゴミじゃない。どうしたゴミじゃないですよ。Day night dreamer live on air.いやだからちょっともう謎が謎を呼ぶと今ちょっと調べられる環境じゃないから、はいはいはい、これはでもまあ今日誰か、まあ、リスナーの人とかもあるから、ああ詳しい人いたら教えてほしいけど、うん、答えが出なかった場合は滝沢がまたちょっと聞いといていやそうですね、先輩ゴミ業者の先輩とかにいる、あ、そう、先ほど言いましたけど管轄外ではあるんですけど、管轄外ではあるんですけど、ね、ありますよね、はい、まあまあ詳しい人がいたらちょっと聞いてみます、はい、ほらだからやっぱすごいある、ほら、うん、ラジオネーム朝方人間 FM 宮崎、ゴミ将軍滝沢さん、はい、オナホールの捨て方困ってます、あーザーメンでギトギトになったオナホールは何ゴミですか。ザーメン入ってる入ってないのはまた別なんですけど、多分これは燃えるゴミで大丈夫ですね。テンガは、テンガ燃えるゴミで大丈夫です。ザーメンがですか、うん、ザーメン入ってもたいザーメン入ってるかどうかまで確認しないんですけど、僕は違うだろうけど、はい、持ってきますよ。それでもいいってこと、ね、大丈夫です、はい、大丈夫、まあ、燃える方でいいと思いますね、はい、大量でも、じゃあ大量、あコンビニのビニール袋をいっぱいにザーメンだったらどう。タプンってことあるんですか、まあまあ、タプンですかっていう、もうトプン、そうですね、一回流しに流してくれないかっていう気持ちあるんですよ。いやただ多分回収はしますけどね。それは燃えるゴミ、それ燃えるゴミで回収しますね、はい、なぜなんだっていう気も出てきますけど、いや難しいよねそれ判断がね。そうですね、本当はゴミのない社会がいいんだもんね。まあ本当はまあそうかもしれないですけど、なかなかそうはならないですからね。いろいろ、まあ、試行錯誤して分けてくれてんだもんな、はい、一応な、そうですね、これは置いていこうかなとかってありますからね。難しいんです、はい、こういうことで、まあ、ゴミ専門家の、まあ、滝沢さんもいますけど、今夜のメールテーマ、こんな仕事もやってますということで、皆さんがこんな仕事やってますということを聞いてます。ラジオネームクイニーアマンマン FM 群馬、僕は現在レタス農家で働いてます。春先から朝2時半に起きて収穫する生活が始まるので震えています。すげえね、2時半はすごいですね。何時に寝るんだろうな。開いちゃうんだな、太陽が出ちゃうとやっぱレタスが開いてきちゃうから。そっか、暗いうちじゃないと。これわあ、ご苦労様です。2時半はすごいね。まだ暖かくなる頃だからいいけど、いつもこの仕事やってるとこういうリズムができるからいいけどさ、はいはいはい、何ヶ月に1回はこの時間に起きなきゃっていうのは辛いよな。そう、ね、無理ですね、なかなか。俺らでもたまのロケですってもう6時に新幹線ですって言われると、うん、きつーと思うね。そうですね、それはサラリーマンの人に比べしてみれば毎日のことだよそんなんって言われると。リズムの人はいいけどさ、たまにはしんどいな。いやね、そうですね、狂いますね。お前も物価の、はい、物価の新商品が出た時は朝早く起きて並んでんだろ。そんな人いませんよ世の中に。物価の新商品ぐらいに並ぶやつはいねえ、はい、そういう意味合いじゃない。危ねえ、物価の話危ねえ。引っかかると思った、はい、もう一人先輩がいるんで。はい、経由 FM 見え、僕は月曜から金曜日まで、はい、食品の移動販売をしています。完全歩合制なので、土曜日だけ時給930円でモデルハウス展示会場の案内看板を持っているだけの副業もしています。おー、いるよね、看板持っててね。看板マンションこっちとかさ、はい、あれ、はい、まさにやってましたね、僕やってた、やってました。やっぱあれも雪降った時とかは大変でしたね。退屈だろあれ。うん、まあ本とかは読めるんでまだそう、今だったら携帯とか多分見てもいいんでしょうけどね。寒い時は確かに難しい、ね、そうなんですよね。なるほどな。移動販売いいね。軽トラに乗せてやるからスーパーみたいなやつ、ね、はいはいはい、カレー屋とかなんかいろいろね、うんうんうん、ちょっと一回曲いきましょう。はい、はい、それでは聴いてください。はいって何？ユニコーンで働く男。
ということで、有吉力サンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントはタイムマシン3号関とマシンガズの滝沢です。はい、ということで、はい、メールもちょっと来てます。ラジオの北国部 SFM 栃木、ゴミ清掃員の滝沢さん、はい、今まで拾ってきたゴミの中で一番価値のあるゴミは何ですか？価値、ビッグスクーターは拾ったことありますか？ビッグスクーターないですね。拾ったって言われると違うんだよね。違う、そうなんですよ。私俺ゴミ漁りの人間じゃないんで、ゴミ回収の人間で、収集、ゴミ回収をされてるっていう。そうですね、はい。何でも屋でっていうことじゃないですね。何でも回収してくるわけじゃないんですよ、僕も。置いてあるもん取ってっちゃおうじゃないんで。よくたまに街でゴミ回、なんか、ラジカセ、テレビ、回収しますって人じゃないよね。あれではないですよね。街の、そうなんですよ。普通に朝ゴミ回収してる、あの仕事だもんな。そうです、はい。パッカー車に入れる、あれですね。パッカー車っていう専門用語。あ、そう、あ、そうですね。もううちらはパッカー車って普通に呼んでるんで。ラジオにドスコイパンダ FMC が。ビッグスクーターマンはビッグスクーターとセックスして子供ができるんですか？いや、できません。ビッグスクーターマフラーにおちんちんつく。口大やけどですよ。いや、冷やしてから熱いうち入れないよ。知りませんよ、そんな。俺がバカみたいな言い方しますけど、熱いうち入れないよったってしませんから。できません。できません。できません。ね、本当？詰めたらこぼれたりしないですから。ニュース。はい。さあ、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。吉野家リフォーム。牛丼4件味ご。吉野家もあるかもしれません。女優の吉岡里帆さんがですね、父親といとこと一緒に朝から牛丼屋を、まあいろいろあります。すき家もありますし。松屋もそうですね。食べ比べのため4軒はしごしたことがあると告白しました。中尾は、牛丼メインのイメージちょっとあんまないですけども、まあ過去にバラエティ番組で 450g のステーキをペロリと平らげるシーンも話題になりましたと。大食いだという。なるほど。まあ大食いかどうかかね、本当にその牛丼屋4軒で、きっちり一杯食ってるとは信じられないね、別に。それはいとこも行ってるから、お父さんも行ってるから、まあちょっと食べさせてっていうパターンもあるだろうし。でもまあ女優さんで。4杯もりもり食ったと思う？まあ。4杯もりもりは絶対無理だと思う。どこでもなかなかですね。うん、そうですね。この今、しかもドラマやってる期間中にさ、牛丼4軒はしごしてさ、うん、4杯ペロリなんて絶対無理、うん、俺じゃない限り俺じゃない限り俺はそれはすごいよ、うん、俺の胃袋は宇宙だ名言ありますけど食べますからね私主演のドラマ見てくれたことないですか昔、うん、俺の胃袋は宇宙だってやつそれ有吉さんのドラマですかってやってましたからありますけどね吉岡里帆さんね吉岡里帆さんがそうかすごいねでもよく食べるのは確か見たことあるそのステーキのやつ、はいはいはい、リベラに行って、ええ、あのプロレスラーが集まる、はいはいはい、プロレスラーが集まることじゃないけどもうイメージはそうですよね、まあ、プロレスラーの写真がいっぱいか、アンドレ・ザ・ジャイアントの写真が飾ってあったりとかするリベラに行って 450g のステーキをペロリと食べたっていうのは、うん、あの 見ました番組で確かにあのいい食べっぷりだし、はいはい、あの気持ちのいい子だなっていう思いましたけどね、うん、ただ牛丼4軒はなかなか難しいでしょそうですね白米ですもんねどこ行きますか、ね、牛丼4軒言ってくださいランキング1位ドゥルルルルルジャン松屋吉野家あ割れたああそうあそうかそうかあそう松屋俺はあ僕吉野家僕松屋ですねはあ、え、有吉さん、俺はもう全部同一戦場ずるいよStay Night Dreamer Live On Air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamerみんなが面白い面白いって言うからちょっとネットフリックスのデビルマン見たんだけどめちゃめちゃ面白かったね、なんかちょっとデビルマン俺ちょっと前にヤングジャンプでさちょっと大人のデビルマンやってたじゃんなんか大人っぽいあれがさ俺あんまりよく分かんなくてさちょっと苦手だなと思ってたの絵柄とか
だからちょっとデビルマンちょっと敬遠してたんだけど、うん、ネットフリックスのデビルマン見たら面白かったな。でも昔内容としては昔の内容と思うだろ。え、うん、全然違うから。あれ今違うんですか。あのデビルマンがもう作品中に出てくるぐらい違うから、はあ、え、あのっていうのは、あのだから昔のデビルマンは、はい、昔のデビルマンとして、はいはいはい、あ、こういうのもあのデビルマンっていうのあるんだみたいな、おつもぐらいだからまた違うもの。へえ、ちょっと見てみます。見てみよう。見なくていいです。ネットフリックス入ってないです。入ってないですよ。入ってない。無理して見なくていいです。金かかるんですもんね。金かかるんですよ。絶対無理ですね。絶対無理だもん。頑張りましょうよ。それはそれ軽はずみなこと言うな。そうですね。やっぱりただで見れるもんだったら、月々固定でかかるお金っていうのはなるべく減らした方がいいんだから。絶対無理です、はい、家賃とか。そうですね、うん、それは絶対にやった方がいい、はい、もう見たいなんて絶対に言わない。新聞取るとか。新聞とかもう絶対に取らないです。固定で毎月かかるものはもう削れば削るほどいいから、ね、もう新聞来たら追い返しやりますね、まあまあ、新聞も毎日買うとしても余裕がある時コンビニで買っときゃいいんだから、はいはいはい、うん、もう毎月で取っちゃうと苦しくなる時来るから、うん、いつか。そうですね。うん、面白いですよね。デビルマン。デビルマン。デビルマン面白いですよね。見たいな。席は入ってないの？だってどうせ。僕あでもアマゾンプライム。あ、アマゾンプライムじゃ見れないよ。でも。であれですよね。やればいいですよね。アマゾンプライムね。で契約してみたいな、このネットフリックスですよ。なんかあります。うちのテレビ。ああ。その文字は。ファイヤースティックなんとかみたいな。あ、はいはいはい。それで。でも契約しなきゃいけないよ。月々ですか。1000円ぐらいだよ。月々。月々2000円。それはでも、まあ、奥さんと相談で。そうだね。はい。だから見なくていいよ。面白いって聞いた。いや、面白いよ、でも。あ、そうなんですね。レビューは面白かった。来てから見て。かっこよかった。うん、なんか、かっこいいあれだった。ああ、ちょっと興味ありますね、でも。いや、無理しなくていいよ、だって。だって面白いんですよ、ね。いや、そういう、ね、だから固定でかかるものにお金使うと、だって、物価が買えなくなる。物価そんな高くない。物価欲しいなと思うときにちょっと困るじゃん、はい、うん、そう、衝動的にそんなにあるわけではないんですよ。物価？あのシーズンの変わり目に新作が出るんで、うん、その毎日あっじゃあ物価欲しいって思う。いやだけどその季節の変わり目に季節の変わり目の物価に出会えなくなるじゃない。いやそうですけど、うん、でもお求めやすいですから。物価？はい、うん、その物価は？物価は？ちょっと物価は？はい、物価が？ちょっと待ってください。安い。勘弁してください、うん、いや全然お求めやすい。お前マジで木下さんに怒られるぞ。なんで僕が怒られるんですか。誰よりも愛用してるのに。何も言ってないもん。何も言ってないもん。すごい助かってる。昔あったじゃん。だって品川庄司の品川がさ、あるブランドの服をずっと着てたらさ、はい、ちょっと勘弁してくださいって言われたりさ、イメージが悪くなるってことですか。っていうのはあったりするからね。木下さんに言わせればさ、はい、物価切んのやめてや、関ちゃんってなるから。いや、それはそんなこと言わないです。本当？味方ですよ、あのデブ芸人の。アベース、ベーシングエイプ、エイプの、エイプの、エイプ、志村さんがずっと着てるから、なんか、エイプイコール志村さんみたいなイメージになったりさ、ベティちゃんのジーパンイコール志村さんみたいなさ、ああ、そうするとやっぱベティちゃんのジーパンは履かない。まあ、そもそも履かないけどね。いや、その人のやっぱり、ほら、イメージがつきすぎると、まあ、難しくなるじゃん。なんか、ね、俺はやめとこうかななんて言う。あ、いやいや、まあ、そうですね。だちょっと席イコールブックが強いから、はい、志村さんのエイプ席のブッカ。そうだ、木下さんも言ってますから絶対。俺そんなにですから。ニュース、はい、続いてはこのニュースです。シャネルのゲームセンターが出現。シャネルといえばハイヒールモモコさん。これだ、うん、これのイメージ悪い。いや悪いことはないですよ。お似合いですよ。悪い国党の例。回電波塔。そんなことないと思いますよ。国党ならぬ回電波塔。シャネルの回電波。悪い電波。シャネルの回電波塔。とうことハイヒールももこさん。エイプの回電波塔こと志村さん。物価の回電波塔こと関。悪いと思ってなかったですから。回電波塔は悪いですね、それは。シャネルのゲームセンターが出演ということなんですけども、
ファッションブランドシャネルが手掛けるイベントスペースここゲームセンターが原宿にオープンしました、うん、設置されているゲームはシャネルを代表するリップカラールージュココをモチーフにしたオリジナルゲーム、うん、ルージュココゲームや限定ギフトやコスメサンプルを入手できるクレーンゲームザ・バブルゲーム、ラッキーフレグランスを見つけるテーブルゲーム、テイクユアーチャンスの全3種類、なんでこの復活の呪文みたいな文章なんで意味が一切分かんなかったじゃんなんだ関お前理解して読んでんのか僕ちょっとこのシャネルのものがもルージュココぐらいかもう一回読んでみ、はい、ルージュココをモチーフにしたオリジナルゲームルージュココゲームや限定ギフトやコスメサンプルを入手できるクレーンゲームザ・バブルゲームラッキーフレグランスを見つけるテーブルゲームテイクユアーチャンスの全3種類復活の呪文が違いますいやこんなにゲームでしたね何これ何ですかねクレーンゲームはいいだろうけどな、わかります、物がもらえるから楽しいですもんね、はい、でもあと普通にゲームはそんなしたいと思わないけど、まあいろいろやってくるな、こういういやこういうハイブランドなところがやるシャレって大体面白くないよねすごい下に写真ありますけどおしゃれですよ、筐体にシャネルってこう、まあね、こういう人たちがこれ面白いでしょってやることって大体面白くないねやばセンスいい人がやる、そうですね、はい、もう一個じゃあニュース、はい、あもう一個ニュース行く場合じゃないんじゃない、もうまあいいか、いいよもうコーナー行こう、はい、うん、はい、時間がないか、席の物価の話ばっかりして僕のことも言ってないですからねトム・クルーズが最低男優賞をやんなきゃいけなかったやんなきゃいけなかったのにって、まあ、取ったってことですね。アメリカのこういうのも絶対面白くないな。ああ、そうですね。最低を決める。最低を決めるみたいな。そうですね。はい、あれも絶対だよ。アメリカ人にやってること。そうだよ。そうですね。盛り上がってるんでしょうね、こういうの。絶対面白くないから。マジで。アメリカ人がやるジョーク。そうだよ。だいぶ嫌いですね。するな、トム・クルーズに最低男優賞なんて送るな、バカ。つまんねえ、ほんとに。街の賢者。はい。あなた、ブルーシーター、ワンカッパー、ダンボーラーが街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム、ブラザーホット・オブ・スティール。俳優、福士蒼汰が、滋賀県の高校で行われた映画イベントにサプライズで登場し、卒業を迎える生徒たちにこんな言葉を送っていました。卒業されていろんな道に進んでいくと思うんですが、僕が生きていく上で大事だと思うのは気づくことだと思います。気づくためにはアンテナを張ることが大事で、いろんな情報をキャッチしていくことができるとよりいい人生になっていくと思います。はい、0点全然違うわバーカー、もしかしてあれか、世間を知った顔して学生にスピーチするのは初めてかそりゃそうだよな、全く心に響かねえし伝わってこないしな、うん、いいか蒼汰、生きていく上で大切なのは要領よく目をつぶって見て見ぬふりをするってことだよ。情報をキャッチするためのアンテナなんて最初からぶち折っとけお前みたいなバカに情報は重荷でしかない、目の前のことだけ信じろ、お前はお前だろ蒼汰、上から物言う暇あったら己を見つめ直せ、蒼汰のこれからの人生に幸あれなんか久々に街の賢者らしい、そうですね、街の賢者が神秘っぽい言葉人気者にいいじゃないですか、うん、あ、あげときましょう、パン、ラジオネーム長崎ちんぽん、俳優の前田銀が医療バラエティ番組に出演をし、玉ねぎは食べるだけじゃなく肌に当ててもいいというネットの情報から、タオルを使って首に玉ねぎを巻く玉ねぎマフラーという独自の健康法を考案して就寝時に行っていると告白をすると、スタジオの医師団から、玉ねぎは食べるものであって巻くものではない一周されてやがりました何やってんだじじいとっくに還暦超えたじいさんがな、ネットの情報なんか鵜呑みにして変態こんな健康法考えてんじゃねえよなんだ玉ねぎマフラーってクソみたいなネーミングセンスだな、こんなオリジナル健康法やんなくていいから、じじいは寒風摩擦だけやっとけそれから医者、
じじいもじじいでヨボヨボになった頭か必死に回転させて、考えて健康法なんだから、もう少し優しい回答しろ。ね。まあ、ネギ巻いてとかあったからね、ちょっといいなと思ったんだけどね。兄さん。ネギ巻いてみたよ。ラジオネーム食いしん坊や。ワコールが3月1日からティーンの体型を考えたインナーウェアブランドプリリより8割の女子中高生がパンツの食い込みで不快に感じたことがあるという調査を踏まえ、食い込みにくいショーツノン PK を発売するそうです。PK とはパンツ食い込むの略語で、ワコールが PK で不快に感じたことありますかとアンケートを行った結果、 84% の女子中高生が体育や部活の時、自転車を降りた時、椅子に座っていて立った時などに PK を感じると答えたそうです。マジで JK って PK なの？おじさんがいつも見てた、あんな JK もこんな JK もみんな PK だったの？なのになんで今まで JK が PK を直すチャンスを見逃してたんだ。ワコールさん、どうかノン PK の発売延期してもらえないでしょうか。代わりにもおじさんにもパンツの悩みがあるので聞いてください。おじさんはいつも KH なんです。ん？ KH、金玉はみ出るの略です。OJ はいつも KH です。ワコールさん、どうか KH に悩む OJ たちを救済するパンティーの開発よろしくお願いします。パンティー履かないの？パンティー履かないの？ OJ は OJ って言うんですね。 OJ はパンティー履かないんですよ。そうなんだ。そうなん、食い込まないパンツでも良さそうだな。そうですね、楽そうだな。そうですね、うん、あげとこ、うん、パン。ラジオネーム物価はないの？何をですか？食い込む、うん、食い込まないパンツ。物価はもう一切食い込まないです。ノーPK。 食い込むだろう。いや、食い込みませんよ。本当？はい、着心地もいいし。きつそうだな、なんか。いや、これは僕のサイズ感の問題ですから。物価なのに。いや、物価、そうですね、一応物価、物価の物価ですから。そうでしょ。もっとでかいサイズもありますから。あ、そう。はい、ノンPKです。滝沢、ゴミ収集の時にもう完全にもうエロいパンティーがあったらどうするの？いや、いや、この、あの奥さんが出したっていう瞬間見て、あ、欲しい気持ちはありますけど、そのまま見送りますね。プロだね。やっぱりプロじゃない。ここ行ったら多分クビだと思うんで。俺もそうしますよ。うん、みんなそうしてると思うんでね。はい、ラジオネーム西野スイカ。サッカー日本代表ハリルホジッチ監督がワールドカップメンバーの発表をカズ、三浦カズで有名になった二段階方式にするプランを検討しているそうです。これは多めに代表候補を選んでおき、メンバー発表直前に規定の人数に減らすという方式です。決してカズ、三浦カズと下の名前を呼んでからフルネームを発表するということではありません。それでは私のもの、好きなものを発表していきます。ライス、オムライス。パン、パイパン。シー、ディズニーシー。ランド、ソープランド。んび、缶ビール。んが、天が。以上発表終了しよう。んが。バカじゃない。カズ、三浦カズ、ないんだよ。あげとく。以上です。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、もう終わりなんです。メール、ラジオネーム、栄光の高橋。おい、関。はい。ふざけんじゃねえ。え？お求めやすい価格の物価ってさっき言ったな。はい。その言葉を聞いて真っ先にメルカリに駆け込んだら、お前、はい、一番上に出てきた布切れが1万4000じゃねえか。ふざけんじゃねえぞって。怒ってますよ。いや、たまたま、その、革ジャンとかもあるので。そういうのはちょっと高いのかもしれない。なんでデブが革ジャン着るんだよ。高橋一生が着るならまだしも、お前。いや、それはもう木下さんに聞いていただかないと。お前なんか革ジャン着たら、お前どうやったって鬼谷にしか見えねえだろうな。デブがお前革ジャン着たら、お前着るな。いや、僕は着てないですよ。あるよっていうだけの話ですから。メジュン里芋の煮っころがし。福島 FM。
ともひろ loves big scooter and rising sun the most in the world。 ともひろはビッグスクーターとライジングサンを世界で一番愛しています。ともひろイングリッシュ、たまに聞くと強烈に面白い。俺聞かないんですよ、ライジングさん。そのどっから出てきたんだろう。ラジオネーム騙しやすけしん F 宮崎。滝沢さん質問、はい、金ちゃんの仮装大賞を見てると大量のゴミが出てきますね。あれどう思う。ゴミというかね。いや、まあ燃えるゴミですからね。大抵燃えるゴミですから。まあ段ボールで作ってらっしゃる方が多いですからね。そうですね、ゴミって言うな。あんまり言わない方がいいと思うんですよ。ということで、この1ヶ月間は、ブッカを着た天使と、はい、ブッカを着た、バイク乗りと、ゴミ将軍でお送りします。ゴミ将軍よろしく。質問お待ちしております。お願いします。ということで、一部の地域の方、この時間でお別れ。また来週もお相手、有吉弘行と、タイムマシン3号関と、マシンガン滝沢でした。この後も聞ける方は、引き続きよろしくお願いいたします。2018年3月4日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシン3号関と、セキラッチョデブラッチョ、マシンガンズ滝沢です。痩せラッチョゴミラッチョ、ゴミラッチョって何、痩せラッチョゴミラッチョって純粋な悪口ですね。ゴミラッチョって何すか。なんでよ。もうもう東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしております。はい、東京半蔵門をキーステーションに入れるとかっこいいですよね。 JFN スタジオから生放送でお届けしてサンデーナイトドリーム。さっきハイブランドの悪口言いましたけど、はい、こちらもグッチ、ハイブランドグッチがファッションショーで生首風のアイテムを披露、アクセサリーとして使うという、これも滑ってますけど、ね、ちょっとハイブランド分かんないですね。海外滑りますね。ハイブランドとかってもうやっぱり目的意識違うよね、やっぱりなんかね。そうですね、うん、驚かせなきゃダメなんだよね、結局ね。そうですね、うん、じゃあ今年の新作ですってボーダーの T シャツ出してるわけにはいかないからね。確かに、確かに、それはやっぱりみんな驚かせなきゃいけないから。そうか、もう生首持つっていう、うん、もうコントじゃダダ滑るだろ、そんなもん。ファッションショーで生首持ってくるコント絶対滑るだろ、ぶっ飛んでて。そうですね、マリコレとかもそうですもんね、おしゃれに。本当ですよ、これ笑いじゃないからいいけどさ、うん、これ笑いだと大変ですけど、まあでもこれおしゃれとも思いませんしね。そうですね、分かんないな。こんなん俺が言ったさっきの疑問も全然返ってこないよ、やっぱり。死体はどうするんだ、死体を燃やすのいくらかかるのっていう。あまりにもでかい話だからみんなビビってるんじゃないですか ね。死体の処理っていくらかかるのっていう、本当全然分かんない。大体普通の人は、普通ちゃんとした人はまあお葬式でも出すからそれで業者に任すんだろうけど、だけど今の世の中そんなわけいかないじゃん、だってお金ないじゃん。お金ない人もいらっしゃいますよね。そうするとどうするんだって話でしょ。ゼロ円で、あんなもん、ね、あんなもんって言っちゃうんだけどさ、ただで処分してくれんのかなと思うよね。ああ、そうですね。まだいまだに分かんないだから。葬儀屋さんとか分かるんですかね。葬儀屋さんとか勤めてる人がいたら分かるからね。ね、滝沢ならゴミ収集の人じゃ分からなかったの。出しちゃいけないってことは分かったけど。そうですね、もう決して出さないでください。やってない。なるほど、まあいろいろでもあります。まあグッチの生首のアイテムはあんま面白くないってことはまあはっきりしてそうですね、これだけは面白くないですね。グッチの広告塔っていないね。まあ結構いろいろ幅広いのか、外国人ばっかりか。でも好きな方が全部グッチだみたいなタレントさんとかもいそうですけどね。グッチ雄三さんじゃないよね、あれね。いや、そっから取ったわけじゃないと思うよ。グッチの回電波塔はグッチ雄三ってわけじゃないよ、別に、ね、全部いるんですか、回電波塔ってのは。ハゲとるやないかい。いや、ハゲててもいいだろ、別に。別にそうですね。そうですね。今のはね、ちょっと、高井さんへのセクハラになっちゃうから。セクハラになるんですか。ハゲの話っていうのは。で、みんながちょっと、はい、チラッと横目で見たじゃん。元風紀さんの話した時点で、お前ら、チラッと見たじゃん。まあまあ、たまたま見たのかもしれないですけど。それダメよ。なんか
悪意ないですよ、ね、ミスリードみたいなのするからですちょうどいいメール来た、はい、ラジオネームリオネルタッチ関さん、はい、物価を着続けるとハゲると聞いたんですがバカなこと確かに木下さんいやハゲてから物価ですよどっちかというとハゲてから木下さんのハゲてから坊主じゃないですかだって大人になってからの、はい、マンダムみたいなそういうのじゃない50を過ぎたら SK2 みたいなハゲたらぶっやめてくださいやめてください本当にもうダメですって変な、なんでお前が言ってる俺は何も言ってないもう本当にカッコつけるのやめてくださいこれドモホルンリンクは初めての方にはお売りできませんあるじゃんいやドモホルンリンクはそうですけど物価は痩せている方にはお売りできませんが、ハゲている方にもお売りできます。そんな服あります？ハゲてる。確かにちょっとハゲてきてる。そんなことはないですよ。ちょっとそれ昔に比べりゃ広がってきますけど。ハゲたら物価。やめてください。どっちかというと服用かな人用の服ですから。ハゲて電話なら物価しかないよね。そんな攻めたブランドあります。そんななんかいや相撲の大志さんとかが CM してる。大志攻めたブランドですよ本当に。安田隆夫の花男。ハゲてデブの人がみんな向かってそんなおしゃれな人せーの私たちはせーの向かハゲたデブの人たちが集まってせーのじゃないですよ向かを来たらハゲました違うでしょ違うでしょますます太りますねそんなことないよ皆さんそんなことないんですよハゲんのか怖いな可愛いアイドルとかも着てますからね怖いな着れないな大丈夫ですよ悪魔の洋服やめてください本当に申し訳なくなってきました着ていることが着ると全然怒られるから、ね、お前が着とったからよって怒られるいやだって言ってくれるから木下さんの声木本さんに怒られる着ててとさ木下さんならまだ納得いきますけど今夜のメールテーマはねこんな仕事もやってますということで、はい、関さんは物価の広告塔という仕事をやってるんですか関沢じゃない滝沢、はい、滝沢はゴミ収集のそうですね、会社に正社員として登録そうですね本業でやってます、はい、芸人は副業ですね副業ですね芸人が副業ってことなんですね芸人は副業ですねはいたまにちょいちょいやりますねこういういろんな形がありますそうですね、はい、だからタムケンさんとかと一緒の感じだよ ね, だからね焼肉屋をやりながらみたいなもんですよね、はい、同じにやつですよ、はい、それでも結構いいっちゃいいよね楽しく仕事ができると思うな、うん、俺お笑いってお笑いってそういうもんだと思うよそうですね気は楽になりましたね受けようか滑ろうかっていうやっぱ絶対そっちの方がいいと思うなあ、まあでもそうですね40ぐらいで若手の人がいっぱいいますんで増えていくかもしれないですね関もだからちゃんと本業はバイク乗りにしたらいいんだバイク乗りっていう飯の食い方ないんですよ世の中にデューハライダーかなデューハデューハ知らないそうヒットアプレッションスネイナイツドリーマーライブオンエアSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Slay Night Dreamer.さあ、メールも読みましょうかね。ラジオネームブランカランカ、福島 FM。さっきから関さんは、はい、ダサいことは承知の上で来てますみたいなスタンスで喋ってますが、関さんは、物価を着ないと木下さんに殺されるんですよ。もういろいろと間違ってますよ。まず、ダサいと思って着てるなんていうことは、一切ないですよ。おしゃれだと思って着てる？おしゃれって言うほどあれですけど、何ですかこの、いいと思って着てますよ。ちょうど着やすいってこと？あ、そうです、そうです。すごく僕に、サイズ感とか、うんうん合ってますないいのねいいと思ってますそれは楽だなってことな昔のミキハウスみたいなもんなミキハウスもあのタプッと来たようなヤンキーが来てるようなイメージのいやだからちょっとさっき言ってたけど関がなんかスクーターの、うん、あれだなんか文句ばっかり言うんだよなビッグスクーターで日本中旅すりゃいいじゃんっつったらそれはちょっととかさいやもうそんな簡単に行けるもんではないしあんまりビッグスクーターで行かないというか、うん、
それで、まあ、捕まるからだね、検問に、はあ、スピーカー検問に捕まるから、ね。何ですか、スピーカー検問。はい、ちょっと待って、すいません。はい、ごめんね。はい、これ、スピーカーはこれ、純正かな、はあ、純正のスピーカーです。純正じゃないね。大きいの乗せてるね。迷惑かけてないじゃないはい、ごめんね。はい、3点減点。3点なんだ。なんすかその、信号無視ぐらい引かれてるじゃないですか。何流してんのよ、その、無理やりつけた、改造スピーカーで。改造スピーカーだあ、改造スピーカー改造スピーカーで何いやいや、全然純正の、ほんとシンプルなやつですけど、でもこれ本当に難しいですよ、やっぱり、うん。ビッグスクーターのスピーカーから流す曲って本当に難しくて。うん、何流してたの？スピッツとか。スピッツなんて風でかき消されるだろう。いや、それの、だろう。オーケーサーなーレコード。いや、そんな辛い音で風で、風で、ボーンってじゃないと。いやいやその、大きな声。いや、そう、快音だ。風切り音で。俺、つけてから分かったんですけど。祭りだみたいな。それもなんか、それもなんかじゃないですか。うらー独特だな。全員さー俺、ライジングさん流してないですから。これ難しいです。街中でやっぱすごい音でみんな聞いてるじゃないですか。うん。あれ、あのぐらいの音にしないと、乗ってても聞こえないんですよ。うん、そうだろ。だからおかしいっていうのよ。結局やっぱり。人の振り見て我が振り直せで。はい。あれを見てたのに、スピーカー乗せてるっていうので、ちょっと俺は、こいつはやばいなと思ったけど。バイク乗ってる時にやっぱり曲聞くなよと思って。そうですね。イヤホンあるじゃん、今もう。Bluetooth とかいっぱいあるのにさ。いや、そうですね。でもまあ、一応ダメなんですよ。バイクでこう、イヤホンとかしちゃいけないから、大音量で流して、他の人にの迷惑顧みずってやつね。いや、そんなに。1時間800円いや、そんな。1時間800円テレクラのお前、歌舞伎町のうるせえな、じゃないんだからよ。いや、あんなにでっかいことそんなに。気使いながら聞いてましたよ。裏道通ってみたりとか、赤信号止めてみたりとか。いや、でも流れてんだよ、確かに。いや、まあ流れてんだよ、確かでした。あれだと思った方がいいよ。そのテレクラの、はい。でかい音が。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。そんなに恥ずかしいことしましたかね。動くテレクラ電波塔。もういろんなのがありすぎて。こんな上がる。私、有吉のテンションが上がるメールを募集しております。ラジオネーム、脱ぎたてのお芋。初詣に来た俺、ふと横を見ると偶然小倉優香ちゃんが隣を歩いていた。胸元がざっくり開いたニットを着ていたので、チラチラ見える谷間にお賽銭投げ入れたい。まともだね。真面目ー。真面目になります。真面目真面目なんですかね。いいですね。でもこういうことですよ。ラジオネーム田中誠志郎。女子カーリングチームのおやつに、手作りのバナナマフィンを差し入れするも、誰一人手をつけない。試合終了後、藤沢さつきさんが、せっかくだから一個もらうね、と持っていったのだが、会場のゴミ箱に捨てられているのを発見してしまった。しかし、よくよく考えてみれば、女性が直に触ったお菓子であることに何ら変わりはないので、ティッシュに包んで持ち帰り、そのままお家でコーヒーと一緒に3時のおやつとして食べたい。これも、まあ、興奮はしないね。まあまあまあね、ぐらいだな。今このタイミングでだよねって言ってる人結構やばい人が多い。そうだねーって。まあ聞きますね。だよねーって。そうだねーって。むしろにこの間言ってましたね。そうだねーって。いや、怖いね、今言うのね、もう。もうちょっと、あの一瞬だからね。なんかちょっとワイドショーとかさ、はい、結構その情報系の番組とかでさ、はい、それはカーリングチームの人たち、今出てくるじゃん、ゲストで。そうですね。ね、うん。そこでやっぱ言うもんね。うん、そうだねいや、言わない方がいいなと思うけど。でもまあ、いや、言わずりはいられないしな、うん、これが難しいところだよな、ね、ラジオネーム三平。ロト6で儲けた2億円を投入して佐藤健と同じ顔に整形し、俺の顔かっこ健の顔が好きそうな前田敦子、石原さとみ、秋山里奈、広末涼子、森環奈などに告白しまくり、全員から頭はいいんだけど、顔はいいんだけど、声と動きと仕草と雰囲気がキメえとの評価をいただいて、
やっぱり男は顔だけじゃないんだなとつぶやきながら、バカでかい塩結びむしゃむしゃ食いたい。全然全然全然上がらないじゃん、だってそんなの。塩結び M ってことか、なんだラジオネーム餅2個。ファーストフードのドライブスルーへ行った俺、うん、いらっしゃいませ。明らかに女性の声だ。ここで食欲よりも性欲の方が勝ってしまった俺は、うん、一か八かマイクに向かって、陰毛くださいと言い車を走らせた。期待を膨らませて受け取り口へ行くと、そこにいたのは涙目になる店員の広瀬すずちゃんと、カンカンに怒った店長であろう高田信彦。昔から頭の回転が早い方であった僕は焦りながらも、あ、芋ください、芋。あ、ポテトのことですよ、ポテト。芋じゃない、芋、ポテト、と、陽気に切り返し、高田信彦から震えた手でポテトを受け取りたい。知能犯。知能犯。陰謀ください。店長出てきて、陰謀陰謀じゃない、言われない。最低だよ。エンジェルあげる。面白い。ラジオネーム、チンポーたまらん。ほのかに漂うアナルの香りに誘われて、とある小料理屋に入った俺。よく行ったのに誘われて小料理屋にそっから出てるってことだよ。店に入ると炙ったアナルでいっぱいやっている水谷豊がいた。俺も同じものを注文し、料理が出てくるのを待っていたのだが、その間ずっとアナルについてのうんちくを披露し続ける水谷。あまりのうざさに俺は辛抱たまらず、水谷の後頭部をぶん殴り、泡吹いて倒れる水谷を尻目に店を出たい。何を言ってる。何めっちゃ面白い。全然上がらないけど、上がらないじゃないですか。上がるじゃないけど、全然違うけど、めちゃめちゃ面白いな。不思議なこと言うな。あるね。あの香りに誘われて小料理かきやしいですね。店に入ると炙ったどういうことだろう。やばい、連続エンジェル。ああ面白かった。ラジオの名探偵ラブレス。本田翼の使っているイヤホンを入手した俺、食べるもよし入れるもよしと考えていたその時、本田翼さんが戻ってきてしまった。俺はバレないようにイヤホンをアナルに隠した瞬間、イヤホンから音楽が流れ始め、緊迫した空気の中、アナルでドン。楽しみたい。全然わかんない。ラジオネームモジラ。車のガソリンを入れにガソリンスタンドに立ち寄った俺。するとそこに現れたのは店員の二階堂ふみちゃん。ふみちゃん元気よく、いらっしゃいませ。本日給油ですかと聞いてきた。俺はふみちゃんをちょっと困らせてやろうと思い、アナルにレギュラー満タンで、と答える。するとふみちゃんは全く動揺を見せることなく、アナルにレギュラー満タン入りまーすと大きな声で叫ぶと、俺は車の外に引きずり出され、運も言わさぬスピードで、アナルに給油ホースのノズルをぶち込まれる。あ、ちょっと、ふみちゃん、冗談だってと言うと、ふみちゃんはいたずらな笑顔を浮かべ、何リッター入るかなと言いながら、勢いよくガソリンを注入してきた。薄れゆく意識の中、死ぬ覚悟を決めた俺は、絶対にタップしない、グレーシー一族の誇りを胸に、ふみちゃんのガソリン攻めを無言で耐え抜き、そして死にたい。死んじゃった。グレーシー一族じゃねえだろ、お前。絶対にタップはしない。ダメだよ、この人。あげるけど。ちょっと、日記とちょっと難しいね。もう一個コーナーがあるといいな。まあちょっと日記ちょっと今日はお休みします。もうちょっと読みます。うん、ラジオネームシドジェットキリュウ。清掃会社に派遣社員として勤務することになった俺。早速作業服に着替え、初めての現場に向かった。うん、
俺の担当する現場の監督はなんとあのカーリング女子吉田知那美選手だった。吉田選手は俺にとりあえずここの銅像きれいにしちゃおっかと歯切れの良い声で俺に指示をする。俺はブラシを持ち銅像の頭から丹念に磨き上げる。俺のブラシが銅像の股間に差し掛かると吉田選手が急にやっやっ俺に指示を出した。俺はその掛け声を聞き銅像の股間を全力で磨き上げる。吉田選手の指示通りに銅像を磨き上げた結果股間のところだけがやけに光沢を帯びた状態に仕上がった。吉田選手これでいいですかと彼女に聞いた俺。その問いかけに満面の笑みを浮かべた彼女からそうだねーのことをいただきたいいじゃないですか。これぐらいだといいよね。いいなー、あーいいですよ。これはいいです。非常に、いいですね。あげときましょう、うん、パン、はい、以上です。スネイナイツドリーマーライブオンエア。これでも今からちょっとカーリングチームとかやっぱ出てくるけどさ、はい、これだけ要注意して見といた方がいいよね。ちょっと例のあれ言ってもらっていいですかみたいな人がいたらその人結構やばいっていうことだけ頭に入れておいてほしい。あ、はい、そうだねうわいやこれですよ、これ本物ですよみたいな。いやそれ言ったら要注意。そうですね、そうですね、それはちょっと分かってほしいですね。うね、そういう言わせ方はあんまり良くないと思いますね。自然と出る分にはね、はい、ちょっと笑えるけどね。うん、そうですね、うん、部下だねどういうことですかえ何ですか今の。部下だね。何の試合かダサくね。ちょっと待って、はい、ダサかないです。だから物価だねは物価ですから来てますからいいですけど、うん、浅香光代さんでおなじみの物価ですね。違いますよ。私はねじゃないですよ。関さん、はい、お得な情報ありがとうございます、はい、これから学校の嫌いなやつに片っ端から物価をプレゼントしてハゲさせます。やめなよ呪われた服の効果期待してます。ハゲないかな。ラジオのゲスザー FM 群馬、さっきドラクエで物価を装備させたらこのアイテムは呪われています。呪われてないよ。表示され主人公のアイコンがブクブク太り始めて見る見るうちにハゲてしまう。魅力が上がるはず。ブッカブッカ訴えます。呪われてません。ドゥ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 教会でしか抜けない。一回来たら言った違う違う、そういう風に言ってるんです。これ絶対木下さん耳に入るぞ。いやだから絶対入りますよ。いや来続けないと俺はもう。今日メールではこんな仕事もやってます、うん、来続けないってダサいけどしょうがないみたいな言い方してる。俺だけはこう立ち向かいたいってことですこの清掃、あの清掃員 の、 あの作業着っていうの、はいはい、あれは物価ないですね。ない、あれは支給されんの。あれはそうですね、青いやつだっけ。東京は青いやつですね。そうだよ、はい、あれでもさ、なんで青なんだろうな。結構その汁とか出たりしてさ、にじむじゃん、あの青、あ、ね、あの青の色って。油まみれになってる人もいますからね。でもそれ分かる方がいいのか。でもあれを黒とかにするとまたおかしいことになるのかな。それこそ次の制服が今黒なんですね。ちょっと目立たないようにするってことだ、うん、かもしれないですね。新しいやつがそうなんですよ。だって街いる時、まあ、ブルーとか水色の方が爽やかだろうなっていう提案のもとだったんだろうけど、 あれシミが目立つもんな。そうですね、うん、これやっぱ茶色とかの目立たない色の方がいいなといつも思ってる。ねえ、っていう俺いつもゴミのことにはあらどっか片隅でいつもこうしたりんじゃないか、ああしたりんじゃないか、うん、これをちょっと今度滝沢に言ってみようとか、いつもありがとうございます。いつも頭の中にはゴミのことがある。ああ、でもここ1年ぐらい結構なんか皆さんのあのリあれゴミとかが出し方綺麗になってる気がするんですよね。これ意識改革だよね。意識改革で、だから働き方改革の前にやっぱゴミの出し方改革をやっぱり国会でもやってほしいね。そうですね、うん、素晴らしい意見です。まあ素晴らしいですね。物価のデザイン改革。いや、あのままでいいですよ。なんでトップ変えちゃうんですか。トップ変える。皆さん考えてますか。ラジオネーム3年目の上着、うん、FM 岩手。僕は大学生なのですが田舎住まいの長男坊ということもあって、去年の秋から無理やり消防団に入れられました。楽しくもない飲み会にクソつまんない見回りばかり辛いです。
消防団な、青年団みたいなやつとかあるんだ、田舎は。楽しくなきゃしんどいわな、それな。ラジオネームムカキンタムシ FM サイン。僕のおばあちゃんは現役バリバリ旅館の仲居さんをやってます、うん、しかし見た目が見た目なのでネットで泊まった旅館に湯婆婆がいたなどディスられています。頑張れおばあちゃん。湯婆婆がいたっていうのはディスりかどうか分かんないよ、うん、親しみを込めてみたいなパターンもあるけど、うん、一回曲いきましょう。はい、それではなんで「はい」っていうの、 おばさんの声出すなよ。はい、そう、おはいっていうじゃん、すごいですね。どうしておばさんが出てくるの、ちょっとかしこまっちゃうのかも。どっか起きたおばさんってもうすごいな。ちょ、そんな人いませんから。はい、薬師丸悦子さんで猫飯。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京ハンズの JFN スタジオから有吉弘行とタイムマシン3号関とマシンガンズ滝沢がお送りしております。はい。ウォーキングデッドの新しいシーズンがちょっと見れるようになりましてね、Hulu とかで。見たんだけど、新シーズンの話を、はい、画面ずっと暗いの、はい、もうな誰が何やってんのか分かんない。そんなことがあるんですか、ね、俺がの目が悪いのかな、もっとテレビ自体の明るさ調節グーッと上げなきゃダメかな。そんなことしてまで。そうですよね、その暗い世界観なんじゃないですか、やっぱりずだもん、だっていや、まあもう30分40分ずーっと暗いのよ。誰が誰だか分かんなくなるぐらい、誰がモコ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 言ってる。辛い場面がもう長くてさ、最近ずーっとウォーキングデッド辛いのよ、もう最近。そうなんですね、もう何シーズンか、はいはいはい、もう辛い。見てて辛い。やっぱ期待しちゃいますよね、その先の。その先の爽快感のためにとは言えね。はい。辛い。いや、相当ですね。画面暗すぎるんだもん。何話のジョブズ。関西の方からメールもらってます。ラジオネームリアルナンバー。どうや。何話の日本銀行ことジョブズや。最近、なんや仮想通貨いうもんが流行っとるって聞いたで。やから、わても居酒屋で支払いするときに仮想通貨で言うてみたんや。でも店員がポカーンとした面してたから、なんや自分、仮想通貨知らんのか言うて聞いたんや。大阪弁がめちゃめちゃだから、めちゃめちゃ読みにくいって言われるんだ。そしたら店員が、お客様こそ仮想通貨のこと本当にご存知なんですか言うてきたから。わて、激怒して当たり前や。バカ言うなや。言うて、店員のアホ面殴ったんや。ケイジさん、もういいですか、これがことの全貌なんです。カツ丼だけ食って帰りますんで、早くカツ丼出してください。まあ、難しいところだな。当選当たり前や。アホ言うなや。っていう気持ちよさが欲しかったな。もうちょっと本当の関西人の方から待ってます。これは絶対正な人だな。ちょっと違いますね。俺分かってきたんだから。辻君違うね、これはね。辻君はもうバリバリ大阪の人だから。あ、そうなんだね。笑いの殿堂の人だから。今後いろいろやりづらいです。すごい面白いことしなきゃいけないし。笑いの殿堂、大阪からやってきたラジオディレクター。大阪の方は。ラジオディレクター。ラジオネーム、ケツダシエッフェルト。おい、医者救急や助けてくれ何話の箱根駅伝ことジョブズが、区間新のスピードで病院に駆け込んだで今すぐ見てくれ胃が震えて死にそうや、うん、どうしたんですか、いや、ないね腹が震えとるやろたらこと間違えてピンクローター食うてもうたんやあ、リモコンで止めろ、アホ言うな、ワイはタラコ3本一口で食うてまう大タラコ食い何はのマックスジャブズやでピンクローターごときリモコンごと丸飲みやおいナース、ボケーっと見とる暇あったら
ワイの口に腕突っ込んで、ピンクローター探さんかい。さあ、本当のお酒の人だね。運じゃないよ。こんなやつはいねえよ。あげときましょう。パン。ラジオネーム、ブラザー、フットオブスティール。おい、ミナミ、おい、無視すんな。お前、おい、ミナミ、そうや、そうや、お前や、お前、あれやろ、ミナミやんな。朝倉みなみやろ、お前。おう、せやで、わいや、西の上杉達也ことジョブズや。それよりこっち来てみ、これ見てみや、達也やで。お前好きやったやろ、西のかっちゃんこと達也や。これな、寝てるように見えるやろ。でも実は死んどんねん。かっちゃん死んでもうたわ。いやいや、みなみ何固まっとんねん。そのリアクション絶対あかんやつやん。ここ大阪やん。絶対に今こけるとこやろ。そやな、スタンダードなパターンで言うたら、あれ、こんなとこでかっちゃん寝てるわ、ここ家ちゃうで、言うて勝也を揺すり起こそうとして反応がなかったら胸に耳当てて、いや、かっちゃん死んどんのかい、ズコーッとこけるのが理想やな。ほんじゃ、みなみ、病室入るとこからやり直しや。腹立つわ。あんな迷信を。なんだよ、腹立つな。あげときます。今日もちょっとよく出てますね。すみません、ちょっと。山川さんが怒ってらっしゃいます。体調悪いのか、マスクしてらっしゃいます。花粉症ですかね。花粉症。花粉症ね。ちょっと花粉症って。花粉症ないの、二人は。僕、花粉症ですね。僕もあります。はい、そう、はい。ゴミで花粉だけ入れてくる人いないの。花粉だけ入れてくる人そうじゃないの。そうじゃないの。いや、そういう嫌がらせするやつ。そんなに目には見えない。そうですね。ないですよ。あ、そう。どうしようかな。じゃあ、続いて変えます、変えます。こんな渋滞してますかね、どうですかね。いろんなことを、うん、もう一回ぐらい、もう一個ぐらい、コーナー増やして、はあ、こう AB 二部制でこう回せればいいんですけど、うん、ああ、なるほど、ね、となるとやっぱりゾンビのコーナーまた復活するそれですよ、ゾンビはもういいんだよ。ゾンビはもういいんですよ。偏りがありますよ、コーナーに。なんかもう一個ぐらい、もう一個ぐらいコーナーがあったらちょっとこう、二部制で回せるかなって感じですけど。誰に言ってんの、リスナーに言ってんの。コーナーに募集してるわけだよ。変えます、変えます。ネタとか決め台詞とか小説とか歌とかいろんなものを変えてもらってます。ラジオネーム、貞治。明日天気になーれ。変えます。鼻からしょんべん飲めた。もう無法地帯ですか。ラジオネーム、ジュラメンテ。踊る大捜査線。レインボーブリッジ、封鎖できません。サンマを渡りに突っ込むと、ヒレが引っかかって抜けません。返しがついてるからね。返しがついてるから。気はよいよいで。そうですね。ラジオネーム、ヘビジロウ。根性、根性、ど根性。チャーハン、チャーハン、カニチャーハン。いや、全然だよ。なんなのよ。いや、こんなのもう、マジで誰、なんでもいいからね。好きだな、このコーナー。すまたまたぞ。鬼の目にも涙を変えます。10回目でも出るザーメン。なんか変えた風にしてるけど、全然変わってないから、こんなの。全然よ。すごいな。このコーナーすごいですよね。いや、いいな。うさーん。あれにしたとじゅくさんだ。あれスーさん、いやどうしたの、ハマちゃん。スーさん、いや俺、スーさんのはできないんですよ。なんだよ。すいません、先にハマちゃん取られちゃったから。スーさん、どうしたの、ハマちゃん。スーさん、スーさんじゃん。
ラジオネーム、獅子肉食べますか。板垣大輔の名言。板垣シストも自由はしせず。変えます。チンチンかぶれて、おむつも履けず。いい加減してくれよ。ラジオネーム、クラウンマジスティン。田村でも金。谷でも金。変えます。左でもし、右でもし。さあどっちを選ぶさあどっちを選ぶいらないだろ。そんなに変えていいんですね。変えちゃダメだ。変えちゃダメだ。もっと、ボキャブラみたいになるのを期待してる。そうね、ラジオネーム。剛毛肛門への拷問。行くぜ怪盗少女あの、を変えるってことか。はい、うん、笑顔と歌声で世界を照らし出せ。うん、アナルにチーズ入れ、ネットで溶かします。クオリティ低すぎる。とんでもねえ。ブレイク。Slay Night Dreamer。Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.滝沢でも、じゃあ、あれ、毎日、6時ぐらいに起きてるってこと、ええ、そうですね。早ければもう、毎日。5時半とか大体そのぐらいに起きますね。うん、何時ぐらいに終わってるの、仕事は。早きゃ2時ぐらいで、遅きゃもう4時とかぐらいになりますかね。遅いで4時ぐらい。はい。じゃあ、夕方5時ぐらいから飲むときは飲むんだ、じゃあ。そうですね。早めに飲んで、早めに切り上げる、はい。に切り上げれば大丈夫っていうことですね。アルコールチェックがあるんで。あの、ストロングゼロ飲み放題のドリンクバー。ストロングゼロ飲み放題のドリンクバーです。若いっすね。そんなにガブガブはなかなか俺も。その店怖い。ストロングゼロ飲み放題でしょ。いや、もう絶対もう潰れるだろう。いや、元取れないですよ。そうですね。もうそんなにガブガブような。オレンジとか、こういろんな味のやつがある店だろ。はい。酔いますよ。酔うよ、あれ酔うよ。そんなに酔う。ロング2本でも飲んだらもう結構もう。結構そうですね。酔ってるもんな。それの飲み放題あんま元取れねえだろう。酔ってないですよ。酔ってないですよ、俺。最後はね、謝罪のコーナーいきますかね。謝罪。皆さんの謝罪受け付けております。こんなお前らみたいな人間もう謝罪謝罪の人生だから練習してた方がいいよ。ラジオネーム餅2個。ある日の学校で鼻毛出てるよと隣の席のあなたは笑ってくれましたね。でも一つ謝らないといけないことがあります。あなたが鼻毛と思っていたあの毛は実は陰毛なのです。僕がどうしても、あなたに陰毛を見てもらいたいと、鼻の中に仕込んだ紛れもない陰毛なのです。これに味を占めた僕は、2本、3本、日を増すごとに、鼻から出す陰毛の数を増やしました。そして、その陰毛が30本を超えたある日、僕はあなたの前で大きなくしゃみをしてしまいました。床に散らばる大量の陰毛を見たあなたは、その日から僕に口を聞いてくれなくなりましたね。本当に、ごめんなさい。ごめんなさいじゃねえ。謝罪なんじゃないんだ。なんで見せたいんだよ、陰毛そうです、ね。ちょっといいな、でも。いいアイデアだなと思った。そうですね。あ、いいアイデア。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。小学生の一クラスが大縄跳びのギネス記録に挑戦するのを見て、こんなのやって何になるのと言って申し訳ございませんでした。さらに大縄跳びなんて飛んでバカみたいだね。そんなものをやるぐらいならエロ動画見てる方がマシと言って申し訳ございませんでした。しかし大縄跳びのギネス記録なんて何の意味があるのでしょう。
そんなことも分からずにオーナー跳びをさせている先生はバカ丸出しでうんざりします。オーナー跳びをさせていた先生、ちゃんと反省するように。じゃあパチンコ行ってきます。一番嫌なやつじゃん。そうですね、謝る気がないからもう、こういうツイッターとかで一番多いパターンな。なんでって言われるとまあ。すごいね。ラジオネーム東北自動車道。昨日は会社をサボってすみません。あ、謝罪だ。そうですね。実は昨日の朝、いつも通り車で会社まで行こうとしたら、たまたま街中を走っているマジックミラー号を見つけてしまいまして、そのままマジックミラー号を一日中追いかけていたら、気づいた頃には日が暮れていました。それで昨日は会社に行けませんでした。申し訳ありません。でもこれでマジックミラー号の車庫を突き止めることができたので、会社をサボったとはいえ大きな手柄手に入れたと思います。マジックミラー号の車庫の場所を教えるので、それでは今回の件は許してください。お願いします。番組の企画で一回載せてもらったことあるけど、いや、ちゃんと綺麗にされてましたけど、なんかやっぱりそういう匂いがする気がするよね。先入観とかね。先入観とか、そうなんですかね。やっぱり。どうしてもやっぱり栗の花号みたいな匂い。栗の花の匂いがする。今言わないのかね。あ、そうですね。昔はそういう精子とかのことを栗の花の匂いがするなんていう表現があったけどね。今あんま聞かないね。まあ、栗の花の匂いを嗅ぐことがないかな。そうですかね。都会の人なんて特にね。なんだろう、イカとかですかね、今。まあ、イカ臭いなんて言うけどね。新緑とか。イカ臭いっていうのは、でもそれはさ、いろん、まあ、その、踏まえてだもんね。その精子自体の匂いはイカ臭いわけじゃないじゃん。はい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 。うん、まあ、滝沢みたいにその、イカの燻製ばっかり食ってるやそれはそう。ちょっと待って。いや、まあ、うん。確かに食っているんですよね。イカの燻製。コンビニの袋に精子たっぷり入れたやつタポンって持ってった、それ燃えるゴミなんだ。燃えるゴミなんだって。びっくりはしますけど、燃えるゴミでしょうね、きっと。うん。それトイレでいいんじゃないですか。トイレ、そうですね。できれば。次ちょっとね、これいっぱい変なメール来てるんで、これ読もうかな。ラジオネーム、モヨコレート。トモヒロ loves a big scooter because she is kind to him。トモヒロはビッグスクーターを愛しています。なぜなら、ビッグスクーターは彼に親切だからです。ビッグスクーターが。めちゃめちゃ親切らしいな。いや、親切っていうか、親切、いや、親切なのかな。いや、いい乗り物だと思いますよ。うん、親切だから。親切だから、感じたことないです。バイクが親切っていうのを。大丈夫、体勢の体勢。Friend, tomorrow, あ、ごめんなさい。Friend, Tomohiro, have sex. He wear book on his penis. Tomohiro は、セックスするとき、チンコにブッカをつけます。出してるのかな？ミチコロンドンみたいな。ミチコロンドンとかみたいに出してるんでしょ？ビッグサイズの。出てますよ。もうビッグスクーターも出てこなくなったじゃないですか。ブッカのコンドーム売ってるってことでしょ？ないですよ、ブッカのコンドーム。ないの、まだ。あ、じゃあブッカを巻いてってことでしょ？いや、布巻いてるぞ。江戸時代じゃないですか。ラジオネーム、女より魚を追う男、福島 FM。トモヒロ wears a leather jacket. トモヒロ rides on big scooter. This is on it as a style. よくなさそうなの。トモヒロはレザージャケットを着ている。トモヒロはビッグスクーターに乗っている。これがオニタスタイル。違うぞ違うぞ。ブレイク。Slay Night Dreamer Live on air。 さあ、ということで、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、そろそろお別れでございます。寂しいですね、皆さんとお別れの時間が迫ってまいりました。ラジオネーム、モモンガ富永。関さん、はい、物価は、はい、M 字ハゲで、デブの方専門でしょうか。そんなことないです。私は痩せ型で、はい、頭頂部のゼロ字ハゲなんですが、ブッカは切れませんか。いや、切れますよ。ハゲなしで考えてください。ラジオの弟子の正彦。ゴミ将軍さん、はいはい、明日はゴミ袋いっぱいのブッカの回収で忙しくなります。
ここ足したらダメですって。まあそうですね、回収させていただいて、それは出てればもちろん集積所に集積所にあればね、それはもう全部回収します。売った方がいいよね、でもね、これは農業ゴミっていうよりかはこう、リサイクル、もちろんもちろん回した方がいいかなと思って、せめてですよ、バザーとか。そうですね、幼稚園のバザー、はい、みんなでね、来てもらえるように。ひどいか、そう言うなということで、今日はまあゴミとゴミの物価、ゴミの物価じゃないですか、物価とゴミの2時間でございます。いっぱい出ました、物価とゴミ。はい、今日はどうしようかな、誰かにあげよう、誰にあげようかな。 T シャツはまだあるんでしたっけ。はい、ありますか。はい、うん、どうしよう、結構いろいろ面白いの。いや、いっぱいありましたね。ね、あれあげようか、俺笑っちゃったから、うん、ラジオネームチンポたまらんさん、うんうん、ほのかに漂うアナルの香りに誘われて小料理屋に小料理屋からアナルの匂いしないだろ普通あこの人じゃ T シャツあげてるんだな。はい、まあいろいろとメール送ってくださればまたいろいろと商品出ますんでお願いいたします。はい、またコーナー、新しいコーナーちょっと行くぐらいね あれば嬉しいですけども、うん、やれよかったね、ともひろのイングリッシュ、ともひろイングリッシュお茶濁しても、ね、まあちょっとでもともひろイングリッシュずっと送られてくるとつまんなくなってくるパターンが多いからなでも僕はずっとともひろって呼ばれるのが恥ずかしいんですよ、この本名、本名、本名な、はい、関関ふとし、そうか、そもそもがずっと お母さんしか呼ばれないんですよ、そうか、それがね、僕のともひろ関ふとしでやってたんだろそうなんですよ、ふとしイングリッシュだったらなんか受け止められるんですけど、うん、すっごい恥ずかしくてはい、あれビッグスクーターのさ、はい、あれスピーカーさ、はい、あれ流したら革ジャン着てさ、はい、モニターなんだからわーせーモニターじゃないですか、わーせー、モニター入場じゃないですか、モニターさんって言われてバカにはされないだろいや普通のことってされないですからお相手有吉弘行とタイマシさんご席とマシンガンズ滝沢でした。また来週お会いしましょう、さよなら。